兄さん、今日は何日ですか？今日は福丸選手の1歳の誕生日です。笑ってる。はい、この風船見てください。写して風船。写しましたよ、さっきちゃんと物撮りしました。あなたが飾り付けてくれましたね。はい、こうやってハッピーバースデー、ハッピーバースデーって書いてありますね。ハッピーバースデーディア福丸。ハッピーバースデー1歳。ハッピーバースデートゥーユー。イエーイ、主役の福丸ボーイでございます。10月23日23日。1歳になりました。おめでとう。今日はね、柴田家の皆さんもおいでになって、皆さんで一度お祝いしていくということでございます。イエーイイエイイエイイエイ。ハッピーハッピーハッピーだね。はい、ポンさんどうですか？福丸にね、うん、お誕生日プレゼント、おもちゃを買いましたって、はい、トイザラスで、はい、ジージとアヤナンとあとポンスで、はい、トイザラス行ったんですよ。行ったんですか？そうですか。じゃあまず今日、はい、福丸にいっぱいプレゼントあるんですけど、じゃあ一番最初はママとパパとポンスと一緒にあのトイザラス選びに行ったさ、福丸への誕生日プレゼント渡そっか。えい、見てください、この蝶ネクタイ。さあ今日はちょっとおすましおすましを晴れ着 で風船のテーマはね、見ての通りアベンジャーズです。次男はアベンジャーズわかんないけどね。アベンジャーズが好きってことにしたの。もうポンスも喜ぶからしたんだ、ね、そうポンスも喜ぶからさ。1歳を迎えたということで家族からプレゼントがありますので、じゃあ代表でポンスくん。おっ、ちょっと待って、 Bluetooth に私の LINE がつながっている。ポンスお兄さん、福丸の誕生日プレゼント持ってきてください。どうぞ。はい、これ何ですか？はい、この福丸選手のおもちゃ。これ何だと思う？開けてみる？え、じゃあお兄ちゃんが開けるよ。もうね、ポンスがね、もう誰よりも張り切ってます、今日ね。楽しいんだよね。どんな気持ち？どんな気持ちか発表して。めっちゃ、うん、あの飾りがめっちゃかっこよくて、めっちゃ嬉しい。このってことだそうです。あ、こっち逆光ですね。あ、出た、社交おじさん。今日ね、ナオも来んだよ、弟。みんな集合すんのね。せーね。じゃあ行くよ、開けるよ。せーの、じゃん。あ、弟がカーンってやられたよ、主役が。どうですか福丸さん。お兄ちゃん主張激しいな。もうおお、あ、何かな、何かな。これはなんと福丸が押して歩ける用のウォーカーでございます。ウォーカー、これ電池をね入れるんだよね。ウォーキングデッドのゾンビもウォーカーっていうね。あ、ウォーカーっていうね。ちょっとね、これつけてあげるね。いよ、こいの。あ、これ前にピアノもついてるというね。あ、そっちで行くか。このウォーカーにね、結構いろんな種類があって迷ったよね。そうだね、アンパンマンタイプもあったけど。ラストライバーと炭酸電池に。ちょっと待って。あ、そうか、カメラあんま見たことないね。カメラだと思ってる。
そうだよ、面白い音で遊ぼう。あー、何かな。すごいすごい、やってみな。来た来た来た。くまるさん、うん、どう、あれ音ちっちゃくなった？あ、これで変えるんだ。ポンスが1歳の時もさ、ちっちゃいピアノだったんだけど、あれはさ、もうあるからさ、ちょっとウォーカーと、ね、ウォーカーっていうのはウー君の提案でどうかなって思った。さあ、せーの、あれ、お、進むと音が出るぞ。そうそうそう、はい、せーの、1、2、そう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 。あ、できそうできそう。多分覚えたらやるわ。覚えたらできるかな。あ、ハッピーバースデーがなんで流れるんだろう。あ、すごーい。お、押してごらん。やって、押してごらん。おいよ。ハッピーバースデーいや、福丸、ハッピーバースデー to you。 すごっ、自分で鳴らしとるわ。たまたまだよね。たまたまハッピーバースデーの曲だったんだよね、今。たまたまハッピーバースデーの曲だった。いいなぁ。福丸さん、1歳になった気持ちはどう？1歳になった気持ちをそのピアノで表現してみて。お、これだ、これだね。お、揺れてる揺れてる。1歳って感じで、湧いてきたぜって感じ。いいじゃん。こっちから押すっていうことに多分自分で気づくはずだから、うん、ね、まあ、今はちょっとピアノに圧倒されてるかもしれないんだけど。お、いっちゃったいっちゃったいっちゃった。ポンス、ちょっと来てください。こっち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 。今日さ、福丸のために用意してるものがあるじゃん。なんだっけ。サプライズがバレちゃうバレちゃう。そうなんです、今日は福丸の誕生日のためにケーキを特注しております。そのケーキをこれから持ってきたいと思います。いくよ、せーの。ハッピーバースデー一歳、ハッピーバースデー一歳、ハッピーバースデーディア福丸一歳。うおぉ、ハッピーバースデー。すごいぜ、1だよ。 1本しかろうそくが立ってないんだよ、ね、せーの、お誕生日おめでとう。え、風船だ、風船、せーの。もう触りたい、食べたい、食べたいね、はいはいはい。あー、じゃあもうポンス、プンポンス、写真ちゃんと撮ったよね、さっきね。撮った撮った。風して、ポンス風して、せーの、おめでとう。はいはい、いきまーす、いきまーす、 OK です。よし、食べよう。ちょっと見て、このケーキ。ここから、こうフルーツがあって、スパイダーマン。スパイダーマン。俺のスパイダーマン。キャプテンアメリカ、ハルク、アイアンマン。二人の写真と、顔写真でございます。いや、これ食えるね。これも食べんだよ。じゃあ今食べてもいい？これ。え、待って、これで写真撮ったっけ？みんなで。撮ってなくない？撮ってなくない？あ、福丸の誕生日動画はこれで以上になります。なんか、あー、もう、あー、バタ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 みたいな、もう長男ポンスがあーってうるさくて、もういやーみたいな、もうそんなんで、もう決してね、雑にしてるわけじゃないんだよ。気持ち的には本当にすごく、もうとても大切な1歳を迎えたんですけど、
もうねバタバタしちゃってもうねプツって感じで終わっちゃったんですけれども、この日はこの日でさ終わったんだけど、実はちょっと前に家族4人でディズニーランドに行った日があって、ちょっとその時の動画もあるので、ついでに載せておこうかなと思います。ということで福丸1歳お誕生日おめでとう。ポンスの時みたいにさ、ヒカキンさんからブンブンハローポンスみたいな、そのなくてちょっとね、申し訳ない。もし大きくなってさ、見た時に、なんで俺はヒカキンさんからさ、おめでとうって言われてないのとか言ってた。なんかもしかして言われるなと思って。あれ、1歳の時はポンスなんだかわかんないんだけど、今見て、めっちゃ感動して、涙出てんの。そんぐらいすごく大切な、ムービーっていうことがね、分かったから、親の私も。だから、なんか、プクマルだけないってなった時に、なんで俺のはないのって、もう、ちょっと思っちゃうかもしんないじゃん。でもね、そうじゃなくって、みんなね、おめでとうって言ってくれて、すごく幸せだよ。だから、プクマルディズニーランドに行った動画があるから、じゃあそれを見てもらいましょうね。はい。じゃあそれで、怒んないでください。4歳になったプクマルにこれ言ってるからね。はい、ということで、見ていただきましょう。レッツディズニー。こんにちは、ドナルドくんでございます。ねえねえ、ちょっとさ、お風呂確認してみます。ねえ、見て、お風呂どう？スティッチ感が結構ない。せーの、せーの。さあ、明日はいよいよディズニーランドでございます。おや、窓の外に、あ、ぷくちゃんが走ってきた。ぷくちゃんが走ってきたね。窓の外に誰かいるようです。おや、ポンスくんです。ポンスくん、明日はいよいよディズニーランド。ちょっと顔が暗くて見えないですわ。あ、すごい綺麗なプール。明日はディズニーランドで、はい、めちゃめちゃ楽しみで、80回乗り物乗りたいです。はい、福丸選手は初めてのディズニーで、ポンスは楽しみで楽しみで、もう乗り物何乗るかね、今11個ねスクショしたんだよね。明日降るんだろうな。明日雨なんだよね。それだけ本当に残念。そしてディズニーランドは、こんな広いんですよね。そうなんですよ。広いんですよね。どっちが広いんでしょうかね、ディズニーシーとディズニーランド。ディズニーランドは、いっぱい乗り物があるんです。そうですか。はい。じゃあ明日また回しますね。マサーマー。はい、シェフミッキーに来ました。シェフミッキー来てます。福丸さんはね、誕生日ステッカーを貼ってもらって、入り口でね、おめでとうっつってね。ミッキーが一番好き。ミッキーに伝えてあげて、ミッキー大好きって。恥ずかしいの？恥ずかしい。それは恥ずかしいの。ミッキー喋るの？ミッキー喋る？喋る？あ、喋らないよ。喋らないよ。どうだろう。え、ははみたいな。喋らないよ。ミッキーに聞いてみて。喋ってほしいね。どうやってコミュニケーション取ればいい？フリップ、フリップで喋る。違う、ミッキーは聞けるけど喋れない。こんにちはっていうボード持ってたりしない？持ってない。俺もフリップ持ってきた方が良かった。うん、大丈夫。ホワイトボード。あ、来たよ、来たよ。あ、足早い、足早っ。ねえ、ドナルド負けてくれたよ。初ミッキー。素晴らしいのが貼ってあるの。ぜひ見せてあげて。誕生日だ。かわいい。あー、チーくれた。じゃあぜひね、記念のお写真も撮っていきましょう。はーい。どうしたんですか？モンスさん。ミッキーとの面会が短すぎて泣いてます。でも確かにね、シェフミッキー前は来た時はもうちゃんとギューとかできたんだよね。それができなかったんだよね。悲しいんだね。今日ね、ディズニーランドでね、コードネームで呼ぶことになってて、うん、私がアリエルで、ウー君がジーニーなんだよね。そう。でも、
お互いに自分がアリエルということとジーニーということを忘れすぎて、ジーニージーニーって言っても全然振り向かない。結構さっき俺アリエルって呼んでたんだよ。気づいてないよね。こちら福丸さんはかぼちゃメニューを堪能しております。かぼちゃ強いよな、マジうまい。まだ2人とも眠いみたいなんだよね。じゃあ俺も眠い。あ、うくも寝ちゃった、うくも寝ちゃった。じゃあちゃんも寝る。6時間後。ポンスが眠そう。眠いの？あ、ミッキーに会いたいんだ。だからさ、ディズニーランド入ったらミッキー会えるから、また。もう行くか。ね、もう行こう。よし、ディズニーランド行こう。ディズニーランド行く？よし、行こう行こう行こう。なんかついてる、なんかついてる。なんだこれ？ん？あ、これ戦争だわ、もう。ほくろだよ。ポンスそんなとこにほくろなかったよ。チケットは？あります。じゃあこれ持って行こう。行け行け。ポーズ。じゃ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 。オッケー。ありがとう。顔かっけー。今日はね、このミッキーバケットを買いました。ポップコーン食べながら並んでおります。なんか今日着いた時点で抽選をめっちゃやったんですけど、もう全部乗り物は外れちゃって、乗りたかった、めっちゃ乗りたかったの私。美女と野獣ね。そう、美女と野獣。マジでショックということで、じゃあ一旦プーさんのハニーハント乗ってきます。レイ君水中の人、消毒めっちゃしそうな人じゃない？あー、消毒めっちゃしそうな人ね。むずっ。お兄ちゃんが眠そうです。お兄ちゃん、お兄ちゃんめちゃめちゃ眠そう。見て、ギャルじゃないうちら。あー、あー寂しいね。なんかいろいろすっとんだけどさ、今日一日の一番良かったところ、あのショーだよね。そう、ショー、やばかったよね、ミュージカル。なんか新しくできたのかな、あれめっちゃすごかった。そう、あれ見んのやばいわ。あれチケット代込みで見れちゃうの？え、大丈夫って思ったもん。あー寂しい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 がいっぱい。終わっちゃったねー、ポンス。最後はさっぱりしてんの、意外と。ぷくちゃんどうだった？楽しかったね。私あなた一番楽しんでたと思うよ。ね、なんかマジで涙出たもんな、あのショー見た時。なんか本当になんかありがとうっていう気持ちになった、ディズニーに対して。じゃあね。